ミック・マッカーシーは、イングランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、エフルチャンピオンシップのカーディフシティの監督を務めている。イングランドのサウス・ヨークシャー州バーンズリーに生まれ育ち、1977年当時4部リーグに、所属していた地元バーンズリー FC で、選手生活をスタートした。センターバックとして活躍し、在籍中の7シーズンで、 バーンズリーは2部まで昇格した。1983年のシーズン中、この年2部へ降格してきた、マンチェスターシティ FC に移籍。マンチェスターシティには4シーズン在籍し、クラブの一部復帰に貢献した。1987年、マンチェスターシティの2部降格を機に、活躍の場をイングランド国外へ移し、スコットランドのセルティック FC へ移籍。リーグ優勝。 カップ戦優勝の2冠獲得に貢献した。1989年にはフランスのオリンピックリヨンへ移籍。翌年にはイングランドへ戻り、ミルウォール FC で3シーズンを過ごし、1992年、そのまま選手兼任という形でクラブの監督に就任した。1984年からはイングランド出身ながらアイルランド代表に参加している。父チャールズが、 アイルランド人であったため、彼はイングランド代表の他にアイルランド代表を選ぶこともできた。1990年ワールドカップではオランダ、ルーマニアといった競合を退け、準々決勝まで進出している。アイルランド代表としては57試合に出場している。アイルランド代表1992年、在籍していたミルウォールの監督に就任して指導者としての道を、 歩み始め、2002年の日韓 W 杯では、アイルランド代表を引きベスト16入りに貢献したが、その一方で、大会直前にチームの大黒柱であったロイ・キーンと対立し、メンバーから外した事件もあった。この背景には、イングランド生まれ、育ちであるマッカーシーと、アイルランド生まれのロイ・キーンとの間の感情的な対立関係があり、 マッカーシーに対し彼がイングランド人であることを罵倒する言葉をキーインが発したことが最終的な決裂へとつながったとも言われている。キーインはこの事件後即座にアイルランドに帰国し、この二人の行動をめぐり国内を2分する大きな議論を巻き起こした。クラブその後、11月に同国代表監督を辞任。2003年3月から サンダーランド AFC の監督に迎えられ、2004から05シーズンにはチャンピオンシップを圧倒的な強さで優勝し、プレミアシップに復帰させた。しかしクラブの予算は厳しく、ほとんど補強できないままに挑んだ2005から06シーズンのプレミアシップでは、大苦戦し、ホームで一勝も上げられないまま、2006年3月にクラブを解任された。 2006年7月には、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC の監督に就任し、会に低迷していたチームを、シーズン後半には、プレイオフ圏に食い込ませた。2006から07シーズンも引き続き、ウルブスを指揮して前線したが、僅差で、プレイオフ出場を逃す結果となった。2008から09シーズンは4節で首位に立つと、途中3週だけに位に落ちるものの、14節以降は、 チャンピオンシップの首位を一度も譲ることなく独走し、4月18日に残り2節を残して自動昇格圏内である2位内を確定する快進撃を見せた。2009から10シーズンのプレミアリーグでもマッカーシーは、ケビン・ドイル以外に目立った補強ができなかったウルブスを引いて苦戦するものの、競合トッテナムホットスパーに連勝するなど注目に値する戦果も上げ、 最終的には勝ち点38の15位でシーズンを終えた。マッカーシーは自身の指導者キャリアとして初めて監督するチームのプレミアリーグ残留に成功した。しかし2011から12シーズンの2012年2月13日にクラブを解任された。なお、マッカーシーはチャンピオンシップにおいて月間最優秀監督賞をこれまでに3度受賞している。これは ビリー・デービスとニール・ゴー・ノックの4度に続く数字である。ありがとうございます。